皆さんこんにちは。早速質問をしたいんですけど、皆さんつむつむのあだ名みたいなのってご存知ですか？僕学生の頃、友達もつむつむやってまして、割といろんなやつにあだ名とかつけてふざけてたんですよ。ってことで、今回はそれを動画にしようと思いまして、つむにつけられたあだ名7選という動画を作ってみました。よろしくお願いします。僕の知ってる限りのあだ名なので、うちこいつにこんなあだ名つけてたよとか、そういうのがあったらね、ぜひぜひコメントをください。それと普通に紹介もいいんですけど、ちょっとクイズっぽくしたら面白いかなって思ったので、ちょっとそういう編集にしました。それでは行きましょう。それでは、まずはこいつ。はい、バズライトイヤーですね。つむつむ昔からいるこいつですけど、あだ名は何でしょうか？正解は、ミズライトイヤー。ミズライトイヤーですね。バズってサブで出てきたりすると、めちゃめちゃ見づらいんですよ。緑なのか肌色なのかがわからない、わかりづらいってことで、バズをかけて見づらいから、ミズライトイヤーってことで、バズでございました。答えられましたかね。ってことで次、ティンカーベルです。さあ、彼女は何て呼ばれてたのでしょうか。はい、何かの偽物だって言われてましたね。正解は、偽シンデレラ。あるいは偽デレラでも言われいいでしょう。偽デレラとも言われてました。後ろのこの髪結んでる部分がマジでそっくりで、プレボで出てきた時一瞬デレラに見えるんですよ。こういう現象って多分僕以外にもね、いると思うんですよね。ってことで、それを兼ねてね、偽シンデレラ、偽デレラって僕は呼んでました。ってことで次は、こいつ。はい、普通のルーク。ルーク。ですね。こいつは何て呼ばれてたのでしょうか。はい、もうこれは多分ね、僕の界隈だけしかワンチャン言ってない説あるので、ちょっとヒント出すとこんな感じですね。でも正直これはね、答えられなくてもまあしょうがないかなと思うんですけど、はい、正解はドン。はい、じゃないルークって僕は呼んでました。時代ルークなんですよ。ルークってこっちじゃないんですよ。で、やっぱいつもスター・ウォーズのセレボとかピップが復活するときって絶対、絶対とは言い方ですけど、とりあえずこっちのルークが入るんですよ。ってことで、僕はね、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃないってことで、ジェダイルークのジェダイをかけて、じゃないルークって呼んでましたね。すごいくだらないんですけど、僕はめちゃめちゃ好きでした。はい、次はこいつですね。これはもう簡単だと思います。こいつウォーリーなんですけど、最初の印象がね、ちょっとあいつにしか見えないですよね。はい、正解はミニオンですね。もともとね、ウォーリーってこんな黄色くないんですよ。なんかどっちかって言ったら茶色にした方がいいと思うんですけど、なんだろうな、粒の見やすさ的には黄色にした方がいいのかなって考えになったんでしょうけど、もうなんかバナナ食ってそうなやつにしか見えないですよね。はい、次、ドン。コグスワースですね。これも簡単だと思いますね。こいつはみんな呼んでたんじゃないかなと思います。はい、正解はコグソワースですね。これは多分みんな呼んでたんじゃないですかね、僕も含めて。で、こいつ確か最初ってログインボーナスでもらえたけど、ログボだけだとスキルマンにならない。だから、じゃあ、だからスキチケとか与えてスキルマンになったらどうなるのかって思って蓋開けてみたら別に強くなくて、なんだよと。みんなの期待を裏切ったっていうことで、コグスワースのスをソに変えてコグソワースって呼んでて、ある意味ね、ネタになって有名になったんでよかったんじゃないですかね。はい、次はフォーキーですね。もうこれも多分簡単だと思います。はい、正解はゴミです。はい、ツムツムっていうのは大体その弱いんですよ。弱いやつってゴミって言われるじゃないですか。で、他のゲームは弱いやつはゴミなんですよ。でもゴミっていうのはちょっとかわいそうだから、ちょっと言い方変えるんですよ。ちょっとこいつは消去量が多かったらよかったねとか、使用積む数がもうちょっと少なかったらよかったねとか、あとはミッション系で使えるんじゃないとか言うんですけど、フォーキーに限ってはもともとね、設定自体がゴミっていう設定でね、こいつ本人も自分でゴミだとか言ってるんで、ってことで何の躊躇もなくゴミって言えるんですよね。2つの意味でゴミっていうことでね、言われてました。ただスコア自体は地味に高いので、こいつサブツムで出てきたら嬉しい部類のツムなんですよね。ってことでフォーキーでございました。はい、次中ばっかですね。中ばっかは、ヒント出すと何かに酷似してるところから呼んだんですけど、
まあ、これはちょっと難しいかもしれないですね。ちょっと身内ネタすぎるかもしれない。正解はたわしです。あの中ばっかのこのつむつむのゲームじゃなくて、もともとこの中ばっかのグッズの方のつむがどう見てもたわしにしか見えねえだろうってことで、あのスタオセレボとかスタオピックとかで入ってきたら、うわたわしいんじゃんとか言って、あのふざけ合ってた記憶がありますってことで、たわしこと中ばっかでした。ってことで最後はこちらメースウィンドウさんですね。まあ、これも一見ちょっと簡単そうですね。こいつは多分いろいろ呼ばれたんじゃないですかね。はい、正解はミートボール、肉団子もかです。あとはまあハゲなりもありましたね。原作的にはこれそんなこと言ってらんないぐらい強いんですよね。スターウォーズの世界では本当にこいつめちゃくちゃ強い部類にいるやつなので、なんか、うん、なんだろうな、スターウォーズファンのスターウォーズのファンとかで話してる時にミートボールとか言ったらブチ切れられるかもしれないので気をつけてください。はい、というわけでですね、今回の動画、いろんなツムにつけられたあだ名というのを見てきました。まあ皆さんのね知ってるあだ名とかがあったらぜひぜひ僕も気になるのでね、教えてください。ってことでよかったらチャンネル登録などもお願いします。それでは。